こんにちは。福井教育支援サークルの吉田です、えー。今回もですね、挙手指名だけにこだわっていてはダメですということで、えー、主にね、私が計算練習の時になんか使っている指名方法を今日はご紹介したいというふうに思います。えっ、ー、とですね、できるだけリアリティがあった方がいいかなということで、2004年11月に行った研究事業のビデオの冒頭部分、 えそれをね、こう、パワーポイントを使って、まあできるだけ近い形で再現したいと思います。えー、まず、問題文を読むところから始めます。はい、それでいきます。はい、じゃあみんな行くよ。137円のお菓子を買う、2つ買うと何円でしょう。はい、声を揃えています。3、はい。ああ、ちょっと元気がないな。もう1回。3、はい。はい、今度はしっかり声が出たね。 えー、それじゃあね、えー、ノートに式を書きます。はい、式できたかなあじゃあね、今日は佐藤さんから当てていきます。はい、佐藤さん、式はどうなりましたかはい、137×2 と。はい、このようになった人。はい、よくできました。ノートに丸をつけなさい。はい、これを筆算にしますから、 はい、137×2 というふうにノートにね、書きます。一マスに人字ですよ。定規も忘れずに使います。はい、それじゃあね、佐藤さんの列いきますよ。鈴木さん、137×2。はい、最初は何をしますかはい、7×2 だよね。はい、高橋さん、答えははい、14ですよね。はい、えー、14、7×2 と。 こんな風にノートに書きます。はい、じゃあ次、田中さんいきますよ。田中さん、次は何をしますかそう、30×2 だね。はい、伊藤さん、答えは ?60。そう。でね、えー、60は 30×2 と。はい、このように、えー、ノートに書きます。はい、じゃあ次の列いきましょう。渡辺さん、いいかな、えー、渡辺さん、次何するかなそう、100×2 だよね。はい、山本さん、答えはそう、200。はい。 ノートににこここのように書きままます。さあこ、こで来ました。次どうするのかな中村さん。うんわからないかなはい、じゃあ後ろ行こうね。は、え、い、ー、じゃあ小林さん。はい、そう、足すんだよね。はい、線を引きます。はい、足してください。じゃあ吉田さん、答えいくつになった ?274。はい、そうですね。 はい、えー、今までのところ、ちょっと大体ね、研究所に近いかなと思うんですけどもお、このようにしてね、小刻みに子どもたちを指名していって、えー、答えはしていくという方法をよく取りました。この方がですね、なんていうんですかね、全体を授業に巻き込んでいくっていう形を取りやすいんですよね。 ですから、この20人学級だったら、もうこれで半分の子どもたちを指名できているわけです。えー、もちろん、このような時には、いちいち立たしたりはしません。座った状態で子どもたちに発言をさせて、筆算を完成させていくと。まあ、こういったような形をやります。えー、じゃあ、もうちょっと進めてみましょう。まあ、こうやって筆算のやり方を説明した後、えー、実際にね、筆算のアルゴリズムを唱えさせるという場面です。 えー、じゃあちょっとここからいってみましょう。はい。それじゃあね、えー、さっきみたいに全部計算してるのとっても大変なので、筆算としてやっていきます。じゃあ先生が唱え方を言います。えー、137×2 は7、724、32が6、6と1で7、陰2が2、答え274。さあ、みんな言えるかなはい。見ながら言うんですよ。じゃあ全員で言ってみよう。3、はい。 はい、よくできました。それじゃあね、今度は女の子。さんはい。はい、声が揃ってるね。はい、じゃあそれでは今度は男の子。はい、よくできました。はい、最後にじゃあ全員でもう一回。はい、よく言えましたね。じゃあ一人で言える子いるかなはい、じゃあ吉岡君行ってみますか。はい、どうぞ。 はい、よくできましたね。じゃあね、もう一人。はい、じゃあ中西君行ってみよう。はい、よく言えました。大変上手にできましたね。えー、まあ、今のような感じですね。まあ、こう言って、このようにして、あのー、ね、筆算の場合、私、こうやってアルゴリズムを唱えさせるの、とっても大事だと思ってます。で、この時にもね、全員で言わしてみたり、男子だけ、女子だけ、 そしてまた全員で個人で指名したりというふうに変化をつけながらこう。 捉えさせてきましたこうやってね算数の授業であってもねまあ算数は説明する場面なんかもいっぱいあるんですけどもこんな計算の場面においても声を出させるというようなことを私はやってきました、えー、まああくまでもね私のやり方なんですけどもね授業全体を巻き込むという点ではね子どもたちをね授業に巻き込むという点でも大変効果がある方法だと思いますのでぜひお試しください